タンポポチャンネルをご覧の皆さん、いつもありがとうございます。本日のメニューは卵スフレケーキです。メレンゲをしっかりと焼き上げて、ふわふわな雲のような、そんなスフレケーキを作ってみました。口の中ですぐに溶けてしまう、そんな柔らかいスフレケーキはいかがでしょうか。それでは本日のキャストを紹介いたします。卵、砂糖、本日はこの2つの材料だけなんです。甘くてすぐに口の中で溶けてしまう、そんな美味しいスフレケーキです。ぜひ皆さんも試してみてください。それでは早速作っていきましょう。まずは卵をですね、白身と黄色身で2つに分けてください。そうしましたら卵黄の方をですね、スプーンでかき混ぜていきます。特に何も入れません。しっかりとかき混ぜましたら、次はメレンゲを作っていきます。今回はハンドミキサーを使っていきます。最初は低速できめ細やかに泡立てていきます。ある程度馴染んできましたら、途中で砂糖を入れていきます。そしてさらにかき混ぜてメレンゲに仕上げていきますね。ミキサーの速度は少しずつ上げていきます。低速からスタートして、最後は高速で仕上げていく。そうするときめ細やかなメレンゲが完成します。はい、このくらいまできめ細やかなメレンゲができたらもう完成ですね。メレンゲはこのくらいで完成です。そうしましたら焼いていきましょう。まずはフライパンを弱火にして、サラダオイルをしっかりと塗っていきます。そうしましたら、最初にまずはこの卵黄をですね、焼いていきます。卵黄は薄く円形に広げて弱火で焼いていきます。スプーンのお腹を使ってこのように丸く成形していきます。そして表面が固まる前にメレンゲをもう乗せていきます。そしてメレンゲを乗せていくときに、しっかりとケーキのように形を作りながら盛り付けていきます。メレンゲは全部使います。ここで慌てずにホールケーキのような形にしっかりと形を作っていきます。大体このくらいでいいですね。そうしましたら蓋を閉めて5分から6分、そのくらい焼いていきましょう。はい、焼き上がりました。そうしましたらお皿に盛っていきます。メレンゲもしっかりと火が通っているので形が崩れにくいです。それでは早速カットしていきます。まずはこのように半分にカットしていきます。そうしましたら、カットした半分を上にひっくり返して乗っけちゃいましょう。優しく優しく、よいしょ。はい、こんな感じですね。とってもふわふわしています。見てください、柔らかいけどしっかりと火が通ってますから崩れることはないんですね。見てください、ふわふわです。それでは早速食べていきます。このあたりからカットしていきますね。では上半分をいただいていきましょう。
しっかりと黄色みとメレンゲがくっついていますよね。はい、こんな感じです。それではいただきます。とってもふわふわで、本当に雲を食べているような、そんなイメージですね。そしてメレンゲには砂糖が入ってますから、とっても甘くて美味しいです。砂糖と卵だけで漫画に出てくるようなとってもふわふわとしたケーキ、信じられないくらい美味しいですよ。この食感は今までに食べたことがない食感でした。見た目ははんぺんに似てますけども、はんぺんとは全く違う、そんな食感ですよ。メレンゲにしっかり火が通ってますから、このようなカットをしても角が崩れないんですね。ふわふわです。皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしければ試してみてください。本日も最後まで見てくれてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録もお願いいたします。そしてタンポポチャンネルでは皆様からのリクエストもお待ちしております。ぜひコメント欄にお願いいたします。ではまたお会いできたら嬉しいです。本日もありがとうございました。